林でございます。本日は小倉の夜の繁華街の魅力を PR しようとするムービーが完成し、3月7日 YouTube 上で公開されました。お笑い芸人の湯も洗坂係長が魚町や梶町、境町で地元の飲食店従業員らとダンスを繰り広げるムービーで、 FM ラジオ局のナビゲーター立山律子さんが主題歌を歌っています。この日、北九州市役所で行われた完成報告会には監督やプロデューサーらに混じって、映像内で独特な雰囲気を放っている小倉の夜の妖精役のコスプレイヤーナナピンクさんも同席し、和やかな雰囲気の中にも一風変わった報告会となりました。ムービーには北九州出身の俳優道石健さんも出演し、地元色あふれる内容となっています。社長、ちょっと待って、これ経済新聞がお伝えしました。